はい、では感想の方に入っていきましょう。どうなってるんでしょうか。特に触った気配はないけど、ここにいた人がいなくなってるね。人の気配が。誰もいないわね。つい先刻までは第、23品の兵士がいたはず。風向きは怪しくなってきたな。監視塔の中でしょうか。こちらミュラー、今しがたゼンダーモに到着した。中は見事な真似にもぬけの殻だ。そちらもですか。こちらも同じです。一体。何かこれはこのまま基地内を調査してみようと思う。してみよう。監視の方はよろしく頼んだぞ。ゼンダーモも同じ状況。兵士たちが何かをしようとしてるんでしょうか。どうやら第23品の連中が完全に姿を消した。さっきのあれで仕込みが終わりだとも思えませんが、とにかく監視塔の内部は調べた方が良さそう。そこで誰かが見ている。誰だ？将軍と、オーレリア将軍と、リン教官は、誰かに気づいた。今のは、思いのほか楽しめるやもしれんな。ご宅はいい、とっとと中に入るとしよう。二人はもう誰か、ある程度気配で分かったのかな。まあ、行くしかない。行くしかないよね。無人、いや。殴る後金属の擦れるような音。どうやら内戦の時のように、人形兵器の類は放たれている。以前にも出現していた結社の紹介型マシナリーのようだが、やはり結社の手が入っているのかもしれませんね。慎重に進む必要があるかと。大した障害でもあるまい、蹴散らしつつ、上階を目指すとしよう。探索を開始します。まあ、まあ順番に見ていきますか。はい。どっちだ？なんかネズミ型魔獣。こっちから行こうか。これって、正気ですね。ズーね。なるほど。はい。これ倒しようかな。大丈夫かな。発生を。後期。もらったわ。終わりだ。強い。マイル。でこれで何でもいいけど、これで CP 回復しとこうか。行くぞ。天候人オーリュー。行くぞ。倒しちゃいそうだから、いや、まあリン君は裏ハヤテでいいか。シギ裏ハヤテ倒しちゃうか。負けられない。みんなのためにも。調べられなかった。まだまだこれからだ。
正面からでも気絶する。V2、SS。 うん、でも文庫帳調べますか。はあ、トレンタッカー V2、 改造された制圧型小型 人形兵器。周りの効く紹介タイプで、機銃やミサイルも搭載している。うん、共感クリティカル来てるけど、倒しちゃいそうだな。まあ、多少は大丈夫か。チャンス、スキアリマイル石化したリンクが、リンチを知らん、まあいいか。あー、まあ、うーん調べるか。トレンタッカー SS、 最新システムを搭載した紹介タイプの小型人形兵器。広範囲電磁波を拡散し、敵の防御力と行動力を装具。私の番ですね。はい、じゃあ、トールハンマー行きますか。トールハンマー行きます。うん、暗き刃よ、お願い。ああ、はい、果てよ今だ、もらったわ。行くぞ。うん、まあ、飛空弾で飛空弾任せなさい。あと、まあ、お、運行とのエスクラみたいな。はい、でしょうかあ、死んじゃった戦闘終了、気を引き締めないと。なかなか思った通りにいきません。カノンもレベルけど、うん、カノンが強いんだよね。これは便利やりました。成長しちゃいました。やれやれ、軍がまたも結社の人形兵器を使うなんてね。うん、それにしては今まで影も形も気配がなかったようですが。結社のマシナリーと同型のシリーズなのは確かなようだが、一応気には留めておこう。今は探索を進めるぞ。結社の人形兵器が、帝国軍の基地内にあると。まあ、結社が、まあ、手を貸しているということなんでしょうね。はっ、駆逐せよ。駆逐しましょう。でもう全部調べたやつですね。はい、じゃあどんどん行きましょう。トールハンマー。じゃあ強化集めて、じゃあ文庫帳果てよ。よかった今だ強いなマイル。じゃあこれで断ち切る。行きます。うん、ちょっとまあ適当に。私の番ですね。あれいや、チャンスです。スキアリ行くぞ。はっ、負けられない、みんなのためにも。さっきのネズミまた出てくるかな。はっ、せい。いいものが手に入りました。せい。
ここかな。あ、ネズミいますね。口癖よ。うん、もう一回あるんで倒しちゃっていいか。轟トールハンマー、あーチャンス、隙あり、任せるがよい。うん、果てよ。なんか行くぞ。ファイト。はっ。私の番ですね。ミンチを調べましょう。敵ユニットの傾向を解析。解析完了です。リアレスズーね。湿った場所を好む。あ、これは魔獣か。ネズミ型魔獣。テントリーに侵入者の気配を察知すると、大電気管を震わせて、周囲に高圧電流を流す。うん。黒いピカチュウみたいな感じかな。私の番ですね。えい！あらでか。うん。ええ。はい。まあ、どんなマシンか。轟け。トールハンマー、私の番ね。果てよ。行くぞ。まあ、裏はやてね。ヒギ、裏はやて。負けられない。みんなのためにも。うん、宝箱か。お、羽根の牙で、これで宝箱100個開けました。はっ、せい。うん、チャージが余ってるな。はっ、あ、なんか大きいロボットいるね。で、こっち。はっ、うん。はっ。なんてか。手強いぞ。気をつけろ。お、ビビゼロ。そしてゼロアートを着てる。うん。ビーラパッシュ。じゃあこれ使ってみようかな。いや。まあこれでいいか。行くぞ。天候人オーリュ。はい。シュリート火星。使用権。後期。もらったわ。私の番ね。熱い風が効くと。いや、どう？うん、行くぞ。じゃあまあ裏はやってで、どう？シギ裏はやて、はあ、今だ。続きます。うん、行きます。で、院長調べて敵ユニットの傾向を解析。うん、掴めました。ピーラーパッシュ、さらに強化された大型人形兵器、高機能と重装両立し、短距離制圧行動が可能。可能でかも、大幅で挑みた。うん、文工長のエスクラみたいな。
多分これでブレイクは取れる。チェーンやっとこうか。テンプレしとこう。烈光陣ホームだ。任せなさい。うん、でもこれ使おうか。ガンガン行くわよ。バリアントレイス、みんな一気に決めるわよ。はぁ、やっせい。だぁ、では、ドカンと。耐えてみせるがよい。せい。強い。精進が足らぬな。頼もしいですね。こちらこそ。エヴァが一緒だと心強いよ。うん、お、ようやく委員長とのリンクレベルが4になった。やったわね。まだまだこれからだ。なんか飛んでる強そうなのがいますね。ね、うん、ドボーン AC、 うん、とどろけトールハンマー。はてよ、今だ。もらったわ。行きます。電気を調べよう。敵ユニットの傾向を解析。ドーン ACE、バージョンアップを重ねた自立飛行型ユニット、狭い空間でも運用でき自動的に侵入者を排除する。マイル、ピッ、ヒギ、ウラハヤテ、はぁ、今だ。続きます。どうしようか。ここかな。あミッキーが溢れてるスラッシュ使えばよかった。行きます。うん、まあもう適当でいいか。
私の番ね。またゼロクラフト来てる。じゃあもう一発。耐えてみせるがよい。精進が足らぬな。宝箱だな。不動樹。なるほど。これエスレアか。龍脈だっけ。あれとどっちがいいのか。ここか。これ普通のレアで、こっちがエスレア。こっちの方がいいのか。こうしときますか。狩りの時間だな。狩りの時間。せい。一応倒しておこうか。クッチック少女。とどろけ、トールハンマー。シギ、ウラハヤテ。はあ。崩れた。続きます。私の番だな。あ、もうもうほとんど倒しちゃった。任せなさい。じゃあたまにはリン君。神道滅却、我が太刀は無。見えた。負けられない、みんなのためにも。これすごいね。おお、これは運がいいな。ねえ、もう面倒だから倒しておこう。チャンスね。またエスクラ来てるな。とどろけ、トールハンマー。ねえ、こうして一斉に行くぞ。バリアントレイジ。さあ砕き散らすぞ。ナイル。ヒクーズ。崩れた。続きます。私の番ね。あと1体か。一応教官いっときますか。私の本気見せてあげる。なあ、しまった。まあまあいいか。とどろけ、トールハンマー。忘れてた。行くぞ。ヒギ、ウラハヤテ。今だ。続きます。任せるがよい。果てよ。
私の番ね。はい、行きます。えい、チャンスです。スキアリ、ええ、はい、さあとっとと先に進むわよ。うん、おアンチも強いよね。やりました。お、宝箱だな。うん、これも強そうだな。はっ、うん、宝箱が大体取って、なんか見えてきましたね。そろそろ屋上に到着するはずだ。うん、さて果たして何が待っていてくれるのやら。文工場楽しそうだ。どうすか。っあ、しまった。マイル。とどろけ、トールハンマー。ヒギ、ウラハヤテ。崩れた。続きます。私の番だな。うん。リンクの一撃でほぼ無力化されるんですよ。果てよ。任せなさい。絶対。これはおまけよ。チャンス。スキアリ。私の番ですね。はい。いや、今です。スキアリ。俺の番だな。負けられない。みんなのためにも。うん、やっと大きいの。強敵です。強敵ね。上等じゃない。うん、ビビゼロ。じゃあ光竜使いますが、行くぞ。天候人王竜。王竜か。王竜じゃないんです。これ入らないか。確かに。ヒギ、ウラハヤテ。すごいダメージ出てる。崩れた。あ、しまった。続きます。BP が溢れている。まあ何でもいいか。うん、まあこれか。これはおまけよ。チャンス。あ、待って待って。ラッシュ。任せればよい。果てよ。今だ。遅れを取るなよ。了解。はい。私の番ですね。うん。そこです。チャンスです。スキアリ。マイ。うなれ。ラス演劇。崩れた。続きます。任せるのよ。このままいったら、ゼロクラフトが院長に回るね。せい。私の番ですね。で、いつもあれ？あ、攻撃クラフトないのか、院長。選べないのか。じゃあ、うん。まあ、文校長に。お願いしますか。耐えてみせるがよい。
戦闘終了。気を引き締めないと。うん。まだいけるか。まだまだこれからだ。はい、ということでこの先に何かが待ち受けていて、まあ、ここに、回復装置があるということは、まあ、ボス戦になるんでしょうということで、ちょっとまあ一応まあ大丈夫だと思いますが、少し装備等を見直しつつやっていきましょうかね。